この杉の木は私が作ったんじゃなくて、聖光園山田富雄が作った作品です。盆栽界の中で私がやはり彼を一番尊敬している、とてもあの盆栽の心を分かった男だと私は思っています。この作品から私は彼の作風を学びたい、盗みたいと、自然をうまく大事にして生かしてね、木の持ってる特性をしっかり出してる、木の持ってる特性を出してる、彼はうまく線と空間を引き出して、その木の持ってる生命の力強さを非常に表現しています。私が学ぶためにこの木から何かを学ぶ、彼のテクニックを学ぶために、ね、手に入れた。いや、もうこれ以上これ完璧だから、これから、これから私はこの彼の作風を学ばせてもらっている、これはすごいよ、やっぱり彼が一番だと思うよ、俺、日本の盆栽作家の中では。木の特性と心ね、作家としての非常にその洗練されたね、感性を持っている、作家としての非常に高いレベルの感性を持っている彼は。私は彼が一番すごいと思うな。後でお土産は。ありがとう。OK。Thank you。今年で39回になるんですけど、まさに日本の文化のすべてがある古都京都で伝統園芸である盆栽を皆さんに見ていただくことが目的で、今まで歩んでまいりました。こちらにあるのが本当に全体の中で選ばれた内閣総理大臣賞ですね。ちなみに僕手掛けたんですけどね。今年年号が変わりましたので、まさに明治から令和ということで、その激動の時代を一緒に生き抜いた盆栽たち、それを全部飾らせていただきます。例えばこちらですけど、大隈重信公って大変有名な方がお持ちで、もう特に重信公は亡くなられてますけど、その後もこの命をつないで生きてきた盆栽です。ちなみに私もう56になるんですけど、24歳の時から手掛けさせていただいて、今現在の姿がございます。樹齢は300年ぐらい経ってまして、いろんな時代がございますから、私出会った時には大変木が弱ってまして、まずそれを元気つけること、それから始まって現在の姿に仕上げております。先ほどの黒松は鉢の中で300年ですね。こちらは例えば人間で限られた命だから、山で壮絶に生きているものを見たときに身近に置きたい、まさにそこから力をもらいたいような気持ちで山から取ってきてお盆の盆に植えて、それから楽しむようなんですね。まさにでもこれは白いところは枯れてまして、赤いところだけで生きてくる。それにまさにこの中に生と死がございます。ですからもう壮絶に生きる中で、例えば語りかけてくれるとは、自分の人生いろいろあってもお前頑張れよとか、いろんな思いでその見られたと思いますね。でも本当に大切なのは、鉢の中で一日水かけなければ枯れてしまうものを皆さんが命をつないでくださった、まさに平和のマスコットですね。
木村雅彦です。ようこそ私の庭においでいただきましてありがとうございます。これはもう35年前の作品でございまして、これはもう世界中の皆さんがご存知の東流の舞という神箔でございます。はい、ただ一つ自慢できるのは、私がこの木を作った時にこの鉢へ植えて、それ以来一度も植え替えて してないんですよ。はい、それでもちゃんと元気に育っております。現在でもこれ非常に評価は受けております。国内と海外とともに。で、何をつけたらばいいかなということは随分この試行錯誤をしましたけれども、やはりこういった石の上でもって長年元気な姿で生きながらえるというのは、やはり心拍とヒノキしかないんじゃないかと現在もそう思っております。でこれはヒノキです。はい、で心拍も非常に丈夫ですけども、これ二十数年経ってますけれども、全くもう元気そのものは同じです。今でも元気に活躍生きながらいております。じゃあですね、これもまあ似たような質問なんですけれども、お弟子さん時代の弟子のお仕事が最も難しくつらかった、辛かったということはあんまり感じたことはありません。はい、ては。ただ難しかったということはね、私の弟子いた当初に、兄弟子がおったんです。そういった人たちがその針金掛けですね、ワイヤリングをね、してまして、それを見てて、とてもじゃないけど私はこんな難しいことはできないと、それを感じたことはありました。はい、今となってみればね、それは当たり前のね、仕事なんですけれども、初めて見る者にとっては子供ですからね、なんでこんなことができるんだろう、私にはとてもじゃないけどできないなと思いました。それだけははっきり覚えてますね。はい、木村さんのお弟子さんがいつも木を手入れしているとき、親方の存在を隣に感じると、はい、話してくれたことがマルコさんが聞いたと。はい、木村さんも仕事の時にご自身の親方の存在を隣に感じられますか？私が要するに師匠に対してね、はいはい、私の師匠というのはね、ほとんど仕事しなかった師匠なんですよ。はい、それなので、まあ、ただね、仕事をさせていただいて、その後のアドバイスですね、はい、これはなかなかメッセージのいい師匠ですから、アドバイスを受けます。そのアドバイスが何よりの私の勉強だったんですね。ですから仕事を一緒に、席について仕事をしたということ記憶はほとんどないんですけれども、絶えず、まあその師匠の目は光ってた、それは感じますよ。非常にその厳しい師匠でしたから、今でもお手入れしてる時に思い出されて、それはしますよ、それは。で、まあ師匠から教わるのは全てそうなんです、基礎なんですよね。それがまあ一番大事なことだって、その基礎の勉強をしっかりしないと、今度自分が独立してから自分の世界を作るなんていうことはとてもじゃないとできないと思います。これは山取りされて、うちへ来た時は全くの丸みきだったんですよ。このシャリというのはもう全然なかったんですね。やはり心拍に絶対必要なのはこのシャリ芸なんですね。でこのシャリ芸は全てこれ人工で私が作ったものです。作ってからもう二十数年経ちますけれども、その間にやはりこのね、自然とこの何でしょうかね、風化して表面が自然のように見えて、まさか彫刻したとは思えないような、このシャリ肌になっております。
で、これもやはり思い出深い、作品の一つです。ああ、またこれ将来こういうふうに変えていこうとかっていう構想とかありますか、考えは。今のところはありません、うん、もうこれはもう散々ね、うん、私が一度作って、良かれと思って作るんですけれども、その時は、はい、でもまた作ってから3日なり1週間経ちますと、またそこで自分に気に食わないところが出てきて、それでまたすぐそれをこう変えてしまうんですね、はい、でこれはもう何でも何でも変えて、それでここまで来ているもんで、もうこれはもう私の持てる感性、技量ではこれ以上はできないんです。